大変な時代やったなうんじゃあ次行きますか夏かさんですね、えー 4, 月10えー、4月12日のせやねんでウーマンラッシュアワーが卒業しましたああそうなんやうんロケ先の吉野までわざわざやってきたマサさんが卒業を言い渡しましたえそんなパターンあなあなかったよな今までな<あ>ウーマンも中川家ふっとブラマヨ中と千鳥の後に続けいつまでもせやねんの安いギャラでやってたあかん東京へ行け っててさんが言ってくれで<ー>で「いつもみんな笑ってくれたからせやねんは実家みたいでした」と涙ぐむ村本ほんまに面白かった君らに変わったみんなが幸せになる」とマサさん「うん、感動して、ま、真っ裸のまままさんに抱きつくウーマンのお二人こすりつけるな」とマサさん、えー、何組ものコンビをこうして東京に送り出してきたマサさんは「また次に売れそうなコンビを見つけるわ」「スマイルかまいたち」によると次は勝美さ百さんの流れだそうです。 ここに来て葛西さん今,今からそうか確かにな、うん、実家みたいな番組でしたかお二人にとってもっていう、はい